寺沢徹は東京都生まれの元マラソン選手で元マラソン世界最高記録保持者。1935年1月4日東京市に生まれる。第二次大戦中に富山県高岡市に疎開。高校入学当初はハンドボール部に所属していたが2年時に見客を買われて陸上競技部に転校することとなった。1953年富山。 県立高岡商業高等学校卒業後、地元の自動車販売店に就職。会社員として働きながら、独力で陸上競技を続け、1957年栃木、国体5000メートルで6位入賞した。その後、1万メートルや20キロメートルにも挑戦したが、目立った結果を残すことはなかった。1959年に、 プリンス自動車と山工場に転職したことをきっかけにマラソン競技に転向した。その後さらに練習環境を求めて1960年に倉敷霊園へ転職し大阪へ移った。初マラソンとなる1960年の福井マラソンで3位入賞。1961年3月の別府大分毎日マラソンで3位入賞。 1962年5月の毎日、マラソンで3位入賞。1962年10月には2年後に控えた、東京オリンピックへ向けての強化選手7人に選ばれ、ニュージーランド合宿に参加、現地のオークランドマラソンで2位となる。その年の12月に参加した朝日国際マラソンで、マラソン初優勝を飾る。この時日本最高記録を更新し、 多くの国内主要マラソン大会で優勝する短所となった。翌1963年2月の別府大分毎日マラソンでは、アベベビキラが持っていた当時の世界最高記録を上回る2時間15分15秒8で優勝し、マラソン世界記録を更新した。この頃よりベルリンオリンピックで活躍した孫社公平がチームのコーチに就任し、指導を受けた。 1964年東京オリンピックには、津村屋孝吉、君原健二と共に出場したが、最も持ちタイムが良かったものの15位と失意の結果に終わった。一時は現役引退を考えるも、その年の11月に参加した朝日国際マラソンで2時間14分48.2秒の日本最高記録で優勝。さらに次に参加した1965年2月の 別府大分毎日マラソンで再度日本最高記録を更新。これが4度目の日本最高記録更新となった。別府大分毎日マラソンは4大会連続優勝となった。4大会連続での優勝は唯一である。その後も日本のトップ選手の一人として活躍し、1965年6月のポリテクニックハリアーズマラソンでは5度目の日本最高記録を更新。 自己ベストとなる2時間13分41秒を記録した。この時同時に出場した、重松森生が2時間12分00秒の世界、最高記録で優勝している。マラソン競技の傍らで、国民体育大会の3 5トルロードに、大阪府代表として参加、1963年山口国体、1964年新潟国体、 1965年岐阜国体で3年連続で優勝し3連覇を果たしている。1965年には金栗記念熊日30キロロードレースで1時間31分52秒のタイムで優勝し、これは30キロメートル走での世界最高記録更新となった。1968年4月からはクラレ陸上部の監督に就任。 1974年3月まで務めた。その後、1989年5月から2005年3月まで YKK 陸上部で監督や顧問を務めた。日本陸上競技連盟における長年の功績が認められ、2003年、我が富士国体にて秩父宮賞が授与された。選手としての現役活動を終えてからは、マラソン指導者として選手の育成や、 マラソンの普及広報活動に携わり、現在も市民ランナーゲストランナーとして数多くの大会に参加し続けている。ありがとうございます。